マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。成功した人も多いと言われるブロッコリーを食べるダイエット。でも、この具体的な方法がよくわからないっていうお声も多いです。確かに、やり方、食べ方を間違ってしまうと逆に太ってしまったということもあるんですね。そこで、この動画をご覧いただくと、正しいブロッコリーダイエットの方法がわかるんです。もしあなたがブロッコリーダイエット始めてみようかなとお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、痩せるブロッコリーダイエット法についてお伝えしていきます。ではお話の内容です。1つ目、ブロッコリーのダイエット効果について。2つ目、痩せるブロッコリーの食べ方、具体的な注意点までお伝えしていきますね。では1つ目の項目、ブロッコリーのダイエット効果についてお話ししていきます。こちらです。もうそもそもね、ブロッコリー自体が低カロリーなので安心ですよということ。そしてビタミン B 群が豊富なので、脂肪の燃焼をどんどん、ね、促進してくれる効果が高いお野菜なんですね。そして実はお野菜ですが、このタンパク質が多く含まれていますから、やはりダイエットイコールタンパク質が必ず必要となってきますので、ここをしっかり摂ることで、まあ、代謝を上げることができます。また便秘改善やむくみ改善といったデトックス効果も高いお野菜なんですね。こういったダイエット効果を味方につけていくということがとってもポイントになってきます。では2つ目の項目です。痩せるブロッコリーダイエットの正しい食べ方と注意点についてお伝えしていきますね。まず痩せるポイント3つあります。1つ目、食前によく噛んでブロッコリーを食べるということなんですね。でここでポイントは、ブロッコリーを茹ですぎずに若干ね、こう歯ごたえがあるぐらいの硬さで残しておくと、よく噛むことで満腹中枢がね刺激されますから、食べ過ぎ防止につながります。ではポイント2つ目です。レンチンの蒸し物にしましょうなんですよね。ここで例えば油炒めであったりですとか、そういったこう油こってりのものとね合わせて使ってしまうとダイエット効果が落ちてしまいますので、そしてプラス湯がいたりとかですね、お湯からこう栄養がどんどんと逃げ出してしまうと、せっかくの栄養価が高いブロッコリーもなくなってしまうということで、とってもね無駄な食べ方になってしまいます。そこで便利な食べ方が、電子レンジでレンチンでも蒸してしまってから食べるということなんですね。後ほど美味しい簡単レシピご紹介していきますから、ぜひ最後までご覧ください。では3つ目です。1日あたり 100g 程度で抑えましょうなんですね。もうよくね、真面目で頑張り屋さんによくあるあるのお話なんですけれども、ブロッコリーがいいんだと思って、もう毎日毎日ブロッコリーばっかりをですね大量に食べる、他のものは食べないとか、そういった偏った食べ方だと逆に太ってしまいますよ。栄養不足になってしまいますし、とても良くないんですね。で同じものばっかり食べるっていうことは、腸内環境における腸内細菌たちの種類がね減ってしまいますから、良くないんです。なのでいろんな多品目、たくさんの種類の食事を食べるっていうのがね、イコール腸内細菌の種類が増えるってことになりますからね、これとっても大事になります。なのでそんなにねブロッコリーばっかり頑張って食べなくて大丈夫。だいたいね 100g 程度で抑えていただくということがポイントになってくるんですね。はい、では最後に食べ方の注意点ということで抑えていきたいと思います。先ほどちらりとお伝えしましたが、やはりお湯で湯がいてしまうとブロッコリーの栄養がどんどん逃げてしまいますから、電子レンジでチンした方がいいですよってお話ししたんですが、じゃあ私がですね実際どんな風にブロッコリー作っているかというと、こちらです。じゃーん、こちらねシリコーンスチーマーです。こちらすっごく便利で、お持ちの方も、ね、いらっしゃればいいと思うんですね。持っていない方ぜひねこれ使ってみてください。すごくね柔らかいシリコーンでできている容器なんですが、私が持っているのはここね、見えますか、並々にですねボコボコ状に凹凸があるので、余計な油がですね落ちるようになってるんですよね。でこちらが簡単にブロッコリーをレンチンして
食べることができるんですね。もう本当にねパパッときれいに洗って、まあ、房にこう一つずつ食べやすく分けて、で私はですね、まあ、これ簡単レシピなのでちょっとご紹介したいんですけれども、本当にちょっとこう洗ったままの水分を含んだブロッコリーを入れて、あと味付けはですね、まあ、後から塩麹をかけていただくんですが、このレンチンする時にちょっとねあの無添加の料理酒をちょっとパラパラと軽くね入れて電子レンジでチンされると美味しいです。でその後にね塩麹、私手作りしてるんですけども、ちょっとねやっぱ塩気があった方が美味しい時があるなって思うので、塩麹とちょっと軽くあえて食べたりしてます。でまたね日によっては鰹節とポン酢、まあ、ポン酢も無添加のものですね、をちょちょっとかけて食べたりとか、要するにですね、例えばよくあるお話なんですけれども、先生私ブロッコリーダイエットねしてるけどなかなか効果が出ないんですっておっしゃるから、どんな風にねブロッコリー作ってますかってお伝えすると、いやあのグラタンに入れてますっておっしゃって、そうですかって、じゃあやっぱりそのグラタンが原因でブロッコリーをいくら食べたとしてもなかなか結果が出てないんだと思うんですよってお伝えするんですね。でグラタンといえばやっぱり小麦のマカロニとかですね、クリームたっぷりのああいった高カロリーのものといくらブロッコリーを掛け合わせたとしても、それはなかなかね結果が出ないなっていうのを、まあ、気づいていただいたわけですよね。あとはカレーとかシチューとかそういったこう高いカロリーのものと一緒に合わせたとしても、それなかなか効果が出ません。なのでこういったねシリコンスチーマーで一切油を使わずに、しかも栄養価が逃げずに、そのままブロッコリーがこう凝縮された状態で召し上がっていただくと、めちゃくちゃねコスパ良くなると思いませんか。そして私がこのシリコンスチーマーですね、こちらなんですけども、いろいろレシピもね載ってるので本当にねあの便利なんですが、これはどこのかな、ですね平和の和に平ら、平和の逆ですね、和平と読むでしょうか、和平フレイズ株式会社さんが作っているシリコンスチーマーなんですけれども、これすごくね便利ですから、まあ、同じもののようなねものであれば作れると思いますが、ぜひねあなたももしお持ちでなければ使ってみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今日の動画のポイントはブロッコリーはダイエット効果が高いお野菜ですよでしたね。ただし食べ方に注意でしたね。おすすめは電子レンジのレンチンで栄養価をそのまま残して、味付けはシンプルに油は使わないです。もうとにかくね簡単にできますから、ぜひあなたもすぐ試してみてくださいね。それでは今回の動画のお話以上になります。この動画お話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。